いたぞ、ここだ。そうか、倒したか、上弦を。人間関係って難しいな。どうしたの、ねずこちゃん。ほら、いないって里の人が話してた。何か持ってきてるのかしら。ねずこちゃん、ねずこちゃん、おにぎり見てたらね、またお腹空いてきちゃったの。甘露寺様、いいのよ、多分深夜立つことになるから。あなたは上弦の鬼と戦って生き残った。今の炭治郎くんは前よりももっとずっと強くなってる。甘露寺みつりはかまど兄弟を応援してるよ。ありがとうございます。